はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は雨のち晴れ、気温32度、水温30度。今日は石垣島の名蔵湾エリアでスリーダイブ楽しんできました。今日は出港前にバケツをひっくり返したかのような大雨と雷で一体どうなることやらと心配しましたが、ポイントに着くと雨も弱くなり次第に天気も良くなってくれました。まずは名蔵湾の巨大なコモンシコロサンゴのポイント。サンゴの周りには魚たちがたくさんついています。2本目は名蔵湾の大物ポイント。今日は銀ガメ味の大群に出会うことができました。かなり大きな群れだったのでめちゃめちゃ迫力ありましたね。銀ガメ味の他にも推定を見ると内湾系のサンゴがぎっしりと生え揃っています。このサンゴをよく見ていくと小さな魚たちがたくさんうごめいています。アトヒキテンジクダイやクロオビアトヒキテンジクダイなどがぎっしりと詰まっていますね。最後は名蔵湾の赤くくりのたくさんいるポイントへ行ってきました。たくさんの赤くくりがピタッと止まって壁のようになっています。中層でふわふわとホバーリングしている赤くくりがいたり、クリーニングステーションで体を掃除してもらっているのもいたり、いろんなシーンを見ることができます。さて明日も不安定な天気になりそうですが、安全第一で潜っていきたいと思います。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。